赤い光。決まりですもの。花町。昔を思い出すわ。ならこの家の主婦に言ってくださいまし。俺じゃダメか。いやよ。手裏剣術だ。なんだ。せっ。やった。俺がいただく。気をそらす。酒か。妙な音だ。今行くわ。最後の一発だ。リロード中だ。これで十分だ。続けましょう。ここじゃダメか。ダメです。最近少し静かですね、ハヤトさん。落ち着こうとしているんだ。あんたがどうしてそんなに落ち着いていられるのか、俺にはわからない。幼い頃から感情を抑えるようにしてきたから、気になったらごめんなさい。手裏剣術だ。俺がいただく。主婦に言ってくださいまし。俺じゃダメか。いやよ。彼はそこにいるのね。ハヤトさん、安全な場所を見つけて話をまとめましょう。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。ここじゃダメか。ダメです、決まりですもの。金はあるんだから。もう一つ聞いていい？この家の主婦に言ってくださいまし。俺じゃダメか。いやよ。何か聞こえたような。気を散らしちゃいかん。知らなかったわ。何かご用でも。うん、そういえば。あ、何でしょう。急ぎましょう。ありがとうね。うん、仕事しないとな。マサルは入浴を頼む。唯一の方法だ。行きましょう。そんなバカな。
手裏剣術だ。単純だ。俺がいただく。気をそらす。おお、酒だ。なんだ。なんてことはない。手裏剣術だ。時間は貴重なのよ。静かに。あと一人。俺がいただく。あんまの場所だ。ここで彼はあんまを受けるわ。あんまは誰がやるんだろうな。狙いを定めて。迅速に動くわよ。武器がない。手裏剣術だ。こちらから仕掛けましょうか。命までは取らないわ。ここで終わりだ。要はあんまを受けたいぞ。紛らわしい風だ。迅速に動くわ。俺たち何探してるんだ。いいか、見つけ次第。借りは返す。眠るのよ。闇に隠れているのか。早く行くわよ。何もないぞ。やつ本当に敵を見たのかよ。幽霊じゃないよな。捕らえたわ。すぐに彼を連れてボートへ。